い、どうも、伸びるたけラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回は皆さん見てください。これ、僕がですね、去年からですね、書き続けてきた作品たちがですね、ようやく、5つほど、皆さんにご紹介はするんですけども、詳しい内容に関してはですね、まだまだちょっと打ち合わせ打ち合わせ中なので何とも言えないんですが、作品ぐらいチラ見せはいいかなと思いまして、僕の作品ですし、皆さんにですね、どんな作品かっていうのはね、インスタグラムとか、YouTube のですね、コミュニティにもね、上げてるので、それに関しては、動画でお届けするのもいいかなと思いましたので、ようやく5作品ですね、皆さんに、動画としてもお届けしようかなと思いまして、今回撮らせていただいております。こんだけでかい作品なので、ちょっとね、俯瞰撮影で撮ってもですね、撮るんだけど、俯瞰撮影でもね、撮りたいとは思うんだけども、どうしようか。俯瞰撮影で撮る？ちょっと迷うね。1個ぐらいちょっとチラ見せしようか。これね、ちなみに全部額縁一緒。だから同じ箱なんですけども、これね、まだお家にありまして。いや、これね、本当にね、多分書き続けたのが、ぶっちゃけ去年の、いつぐらいなんだろうね。いつコミュニティに一番最初の作品をアップしたかちょっと覚えてないけど、ちょっと調べてみるわ。初めてアップしたのがですね、去年の10月29日ですね。おそらくこのインスタグラムにね、投稿してるのが、できてからちょっと日は空いてると思いますので、10月ぐらいと思っていただければいいかな。10月ぐらいから書き始めて、2ヶ月ぐらいで、もっと前から書いてたな、多分。だってね、2ヶ月でこの5作品結構でかいからね。今回この作品たちはですね、すべて A2 サイズでございますね。この A2 サイズがですね、皆さんが見れる機会があるのかどうかなのか、ちょっと僕もわかりません。わかりませんが、今回ね、出来上がった作品ちょっとね、チラ見せぐらいいいかなと思いましたので、今回見せようかなと思います。どうしようかな。俯瞰で見るか。ちょっと俯瞰で見ます。なので、ちょっとね、どんぐらい上までね、俯瞰にできるか、ちょっと僕もやってみないとわかんないんですけど、できるだけ皆さんに見やすいように見せていければいいかなと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。ではスタートいたします。よし。じゃあですね、皆さん、とうとう、皆さんにですね、こちらの作品たちを見せていこうと思います。一作品目をですね、ギリギリちょっとカメラの、ね、画角に収まりそうなのでね、よかったです。では、オープンします。オープン。ちょっとライトの反射は許してください。僕って、毎回言ってるんですけども、何を描いてるかって言ったら、僕、お花を描いてるんですよ。お花と、あとは人。花と人だね。僕はその花と人を、なんて言うんですかね、イメージしてっていうのかな。僕は花と人をですね、その、花にはあって人にはない。人にはあって花にはないっていうのをですね、一つのテーマに置いてて、それをですね、共存する世界、もしかしたら花にとっては、その人を見てる世界っていうんですか、花から見た世界と人から見た景色っていうのは全然違うものなのかもしれないし、もしかしたら同じかもしれないし、もしかしたら花にとっては白黒に見えてるかもしれないっていうね、そういう世界を僕のなりにね、書かせていただいてるのが僕の世界観ではあるんだけども、ちょっとね、説明したのは初めてかもしれないんですけどもね、こんな感じでですね、どうですか、結構細かいでしょ。こういうのがですね、出来上がりましたと。長々とね、喋ってたらですね、もうあっという間に時間過ぎていくので、ちょっとこんぐらいでですね、軽くお見せしました。ね、結構これカメラのね、画角的にですね、範囲に収まってるから、ちっちゃいって思うかもしれないと思うんだけど、実際間近で見ると、なかなかでかいサイズでございますからね。普通に僕の手、僕の手って言ってもわかんないよね。普通にですね、大きいので、こんぐらいある。僕の肩幅よりは広いかな。普通に肩幅よりはでかいぐらいですね。男性の肩幅よりはでかい。でも、ムキムキな男性だったら、これよりもでかいかもしれないんですけども、こういう形で一作品目はできましたよっていうのをお伝えさせていただきます。よし。これは2作品目ではないっすね。2作品目ではないけども、このような形でございます。いかがでしょう、皆さん。
これはですね、まあ、似てるようなデザインもあればですね、僕がですね、結構ね、自分の世界観にね、まあ、一つの作品を描き切る間にですね、結構ハマった絵柄とかあるんですよね。ハマると僕ね、同じものをですね、めちゃめちゃ使ったりするんですけども、ちなみにこの作品でですね、ハマってたのはですね、もう見るからに僕はこの子なんですよ。この子にめちゃめちゃハマってですね、最初の時ここに描いてるんですけども、こことかがこれめちゃめちゃ可愛いなと思って、で、これめっちゃいいなと思って、めちゃめちゃね、LINE をしたのがですね、こちらの作品ではあるんですけども、まあこれとかね、まあ詳しくはですね、皆さんね、もっと細かく見たければ、まあって感じでございますけども、ぜひね、こちらの作品たちが本当にね、まあ実現すればいいなと思っております。まだ僕も分かりません。なのでね、まあこの辺で終わらせましょう。次3作品目開けます。こちらでございます。こちらもね、また変わったような絵柄でございますけども、まあ全部のですね、紙にね、まあ一面に描かれてる感じでございまして、まあ結構目立つのはね、このね、茎っていうか、このね、ニョロニョロ触覚みたいなニョロニョロがね、よく目立つかなと思いますけども、まあ皆さんにとってですね、どこにね、注目するかっていうか、まあ人それぞれだと思いますね。ニョロニョロに目が行く人もいれば、このね、まあ人間に目が行く人もいるし、ここの顔に目が行く人もいるだろうし、結構本当にね、絵って人によってですね、見てるとか全然違うんだよね。それがまた面白いですしね。まあ、ここにね、顔とかめちゃめちゃ可愛らしいでしょ。これ実は顔なんですよ。顔がたくさんあるのが僕の絵柄の一つでもありますから、たくさん皆さんね、顔探してくださいね。まあ、この一瞬で顔探したらすごいけどね。あ、ここにも顔、ここにも顔ってね、何個顔があるのかってね、数えてたらね、一つの作品見るだけでですね、めちゃめちゃ時間かかりますんでね。まあ、そういうのも一つの作品の楽しみ方だと思いますので、ぜひね、いろんなね、美術館とか行ったらですね、まあ、そういう形で、まあ、作品一つ一つと向き合う時間っていうんですかね、1個の作品に30分とかかけてもいいと思いますんでね、ぜひよかったらね、試してみてください。次4作品目でございます。4作品目はこちらですね。まあ今までの世界観と、まあ世界観は同じかもしれないけども、ちょっとね、僕の世界ではですね、今のね、まあ最初の3個とはですね、また違う感じですね。何が違うかって言ったら、皆さんが気づくのは、まあこの空間ですよね。ここをいつもだったら、のべくん全部埋めてるんじゃないかって思う方もいるかもしれないんですけども、まあ、今回の、まあね、人と花っていうですね、テーマで僕書かせていただいておりまして、まあ、明らかにこれ、まあ、人に見えますよね。わかんないかな、見える人もいれば見えない人もいるかもしれないんですけども、まあ、こんな感じでですね、人がいるんですよね。これね、結構僕の中でね、最高なデザインだなと思っておりまして、まあ、こっちはですね、普通に細かい作品になってるんですけども、こっちはですね、結構大きな絵柄でですね、描かれてたりもするんだよね。こんなまじまじとね、作品を一つ一つね、まあ、こんな動画の中でさ、こうやって動かしてたらね、よく分かんなくなってくると思いますけども、まあね、本当にこの作品たちが、まあ本当に、生きてますので、ぜひ皆さん会話してほしいなと思います。4作品目こちら終わります。最後でございます。最後の5作品目はこちらでございます。どうですかね。よいしょ、こんな形ですね。まあ、これはね、結構分かりやすいかな、分かりやすくないかもしれないけども、まあ、明らかにお花と人間がマッチしてるようなデザインになってるのかなと思いますね。こうやってさ、茎があって、で、まあ、茎から生えてるのが、まあ、お花であり顔でありっていう形でですね、いろんなね、種類のですね、まあ、人間でありお花を描かしていただいております。こんな感じですね。結構これね、ポップさが増してるかなと思いますね。この周りのですね、虫さんたちとかね、ちょっと可愛らしいんじゃないかなと思いますね。蜂とか、まあ、こういうお花をね、描かしていただいております。こういう形かな。まあ、こんな感じでですね、ちょっとね、光が反射しておりますけども、まあ、ここから生えてきて、まあ、たくさん生えてるよと、ここにも顔がいますしね。まあ、こういうのがですね、まあ、僕の世界で、まあ、本当に YouTube を開設してからできた世界ですから、まあ、3年でね、積み重ねて積み重ねて、本当に絵を描き続けただけの人間ですからね。その世界を、まあ、いろんな方に本当にね、今までも出会ってますし、これから先もですね、めちゃめちゃ出会わせていただいておりますので、ぜひね、この先も何かしら僕は皆さんにですね、まあ、届けたいと思いますので、ぜひね、楽しみに待っていただけると嬉しいですし、まあ、2023年はですね、もっといい年にしたいと思いますので、ぜひね、楽しみにね、待っていただけると嬉しいなと思っております。まあね、今回はね、この辺でですね、終わりたいと思うんですけども、まあ、この5作品たちが、じゃあ
これから先、まあ皆さんに会うことができるかどうかは僕にも分かりません。まだ僕もよく分かっておりません。でも、まあ書いたっていうこと、しかも YouTube に動画をね、その作品のメイキング一つは上げましたけども、他を上げてないっていうことは、まあ本当に何かしらで、まあ作ってるんだろうなっていうのだけは多分皆さんも伝わるんじゃないかなと思いますので、まあ皆さんにいい報告ができるようにね、もういい報告というか、もう作品たちは完成しておりますので、まあこっから先、まあ皆さんにいい報告できるかどうかは、まあ YouTube 次第っていうわけじゃないね。YouTube で待っていただく以外何もないかなと思います。一番最初に報告するとしたら多分やっぱり YouTube かな。僕は絵を描き始めたのは YouTube 開設当初、もう本当に一番最初からですから、まあ YouTube の視聴者さんにまずは伝えたいっていうのが一番かなと思いますので、皆さんには、そのご報告を待っていただけると嬉しいなと思っております。まあこれからね、まあいろんな、まあそれこそ iPad Pro も買いましたし、 iPad Pro でもね勉強していかないといけないなと思いますし、それ以外のことも勉強しないといけないなと思いますし、もっとね今年1年はちょっといろんな、まあ自分自身もまあグッズとか、まあグッズもね一新してちょっと作ってみたいなとか思ったりとか、なんかデザインして作品っていうか、作品は今まで作ってるんだけども、それをじゃあ商品として提供するっていうことあんましてこなかったので、そういうところもちょっと視野に入れてですね、頑張っていければなとか思いますし、まあこれからねもっともっと皆さんと一緒にですね、まあ YouTube を盛り上げていければいいなと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。皆さんと一緒にですね、これからね、まあもっともっと絵を描いて、そして絵でつながるっていうのをですね、もう本当にもうこの3年間で結構証明できるなと思ったので、僕はこの先も絵を描いてですね、皆さんと一緒に楽しんでいければなと思いますので、ぜひ明日以降もよろしくお願いいたします。まあ、今回のこの5作品たちが皆さんとねどっかで出会えることを願ってですね、僕はこれからもまたね絵を描き始めたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では皆さん、また明日以降の最高のアートの世界でお会いしましょう。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。では皆さん、また明日の動画でお会いします。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you.